あれでいいです。ジャパンカップのチャンピオン決定戦が終わって、興奮冷めやらぬ間に、ミニ四駆グランプリ2015オータムしまなみという大会が直前に迫っています。瀬戸内海のしまなみ海道を挟んで、本州側と四国側の2大会が開催されるという、とっても羨ましいイベントになっています。アーモルに例えると、青函ツインシティみたいなもんですかね。それはさておき、公開されたコースはスパークサーキットしまなみ2015。ただ、さすがに私はしまなみ海道までは行くことができないので、今回は公式スルーかなと思ってたんですが、いつもね、ミニ四駆東京大会が開催される品川シーサイドフォレストオーバルガーデンさんのホームページの方に、11月29日日曜日、タミヤミニ四駆大会という告知が載ってたんですね。11月29日。やはりここはワンチャンにかけスパークサーキットしまなみ2015を攻略するべくセッティングの方を考えていきたいと思います。まずはコース紹介の文面。スタート後ジャパンカップをホーストさせるビッグブリッジが登場。その後いきなりのバーニングチェンジャー20でレーンチェンジが完了。しまなみ海道をつなぐ橋のようにブリッジ1、2とドラゴンバックが押し寄せ、スロープを登りつつヘアピンをクリアしてすぐにダウンスロープ、そしてブリッジ3へ。 S 字コーナーから加速して待ち受けるのはボーテックスカーブ。コーナーの壁にウォッシュボードが貼られている新セクションです。さらに最後の橋、小ジャンプセクションルージュブリッジを渡り切って一周クリアとなる息をつかせぬレイアウトとなっていますとあります。こちらのコース図を見ると、確かにこれはすごくテクニカルなコースに見えます。このコース、ジャンプの着地がオール1枚。そして、スロープ下りから直接ドラゴンバックというなかなかの鬼畜っぷり。やはり、フレキブームが来ているのも頷けますね。フレキシブルは一旦置いといて、私なりにこのコースのセッティングを考えると、ブレーキはビッグブリッジ合わせがいいのではないかと思います。しかし、着地がストレート1枚しかないので、プラウドマウンテンよりも手前に落とすイメージ。ビッグブリッジでブレーキを合わせると、合わせて全体を走るイメージをすると、これはスピードがあまり乗らないのかもしれないというふうに思ってしまいます。やはりフレキブームなんですね。かくいう私も以前フレキシブルシャーシを作ったことがあって、コブラサーキットに挑みました。そしてこのフレキシブルシャーシの印象なんですが、猫みたいな前傾姿勢でジャンプするイメージが残っています。そしてこちらがその時の走っている様子なんですが、ほとんどマスダンパーを使用しないので車重が軽く、シャーシ合成も完全に抜いているのでぐにゃぐにゃなんですね。ですから軽いマシンが少々のオーバースピードでも無理やりコースにねじ込まれていくような刺激的な走りをしていました。まさにハイリスクハイリターンな走りでした。しかし私このマシンを2大会ぐらいでやめてしまったので、フレキシブルシャーシの習熟度というのはそれ以上上がることはなかったんですが、着地1枚しかないコースを高速で走り抜ける、スロープから直接ドラゴンバックに当たってしまう今回のようなコースには、ぐにゃぐにゃで剛性感のないシャーシはとても有効だと思います。ブレーキを効かせながら平均速度を下げない走りをするのか、それともフレキシブルシャーシで高速に駆け抜けるセッティングにするのか、になるのではないかと考えています。何はともあれ11月29日このワンチャンを信じてマシンを作っていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。